ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりジジイぜ。さあどうパワーアップにブー噛んで消えるご機嫌だな霊夢。だって今日はあの剣闘漫画の金字塔、明日の城の紹介なのよ。嫌顔でもテンション上がるっちゅうもんよ。明日の城は数多く霊夢化されているが、その中でスーパーファミコンで発売された明日の城はかなりの異彩を放っている。そうなのよ。原作好きで最初剣はクソゲー認定するほどのゲームなんだけど、原作好きだけしかたどり着けないクソゲーの向こう側が見えるゲームなのよ。ちょっと何言ってるのかわからないんだぜ。というわけで、このゲームの魅力を原作を知らない人から原作を愛する人にまで解説をしていくんぜ。それでは早速どうぞ。メリディーノ、ゲーム万歳。さて、これがタイトル画面ぜ。え？ファミコン？マリサ何を言っているの？スーパーファミコンよ。すごくシンプルじゃない？タイトルの BGM は？ほらさっき霊夢が歌っていた主題歌が流れるとか。著作権に配慮して主題歌とかないわよ。それでは、このゲームについて簡単に説明しておくぞ。1992年11月27日発売。31年前だな。ハードはスーパーファミコン。8メガビットロムカードリッジ。値段は8900円じゃ。ゲームを紹介する前に原作となっている明日の城について説明しておこう。このゲームの元になっているのは剣闘漫画の金字塔と言われる、明日の城。ボクシング漫画の原点にして頂点。あの初めの一歩も、今作をいろいろとオマージュしているというくらい伝説級の作品じゃ。昭和生まれなら知らない人がいないというくらい国民的漫画じゃ。漫画は1968年から1973年にかけて週刊少年マガジンに連載。原作はタイガーマスクなどで知られる高森朝岡梶原一さん。作画は明日天気になれでも知られる千葉哲也さんだ。そしてアニメ化もされている。G の幼い頃の記憶だと第1期はリキーシトールとの対戦まで、第2期が矢吹城の復活から小瀬面倒さ戦までと記憶していたが、第1期もカーロス・リベラ戦までは放映されていたようで、明日の城にと被っているところがあるようじゃ。これはアニメじゃなく映画の方の記憶らしい。と映画化までされており、まさに社会現象にまでなった凄まじい作品じゃ。わしもコミックを全巻持っているぞ。千葉哲也さんの迫力ある漫画も良いし、アニメの作画の美しさもどっちも良いのよ。明日の城は今でも通用する話だと思うわ。二人の熱量がすごすぎるんだぜ。それでも昭和時代ってサブカルがまだ認知されていない時代だと思うし、オタク文化だってオタクって言葉すらなかった時代なのに、漫画がそこまでの社会現象になるなんてすごいんだぜ。本当に当時はすごかったんだから。サブカル界からこれだけのムーブメントが起きたのって次はガンダムまでないんじゃないかしら。ガンダムに匹敵、いやそれ以上と言っていいんじゃないかと思うわよ。熱い熱いというか熱苦しいんだぜその情熱。原作がすごいことは分かったからゲームの解説を始めてほしいだぜ。よし分かった。それでは早速このゲームの魅力を伝えていくぞい。初戦は稲垣翔平ね。このゲーム初戦で稲垣翔平を持ってくるあたりが渋いのよね。少年院時代を吹っ飛ばしているのも潔いわよね。いきなりプロテストの実技試験相手の稲垣からスタートするってあたりがいいんじゃ。ちょっと待って。何？いきなり始まって盛り上がっているけど、これ誰なの？誰って？稲垣くんじゃないの？矢吹城がプロテストを受験した時の実技試験の相手よ。国体準優勝って実績を持つエリートアマチュアボクサーの稲垣くんじゃ。プロテストの筆記試験で間違いまくった城だったが、実技試験で挽回しようと気合が入るんじゃ。しかし相手は国体準優勝のテクニシャン。テクニックで劣る稲垣に劣勢の城。しかし、両手ぶらり前方で稲垣をダウン。どころかリング外まで飛ばした挙句、リング外にまで追いかけてボコボコにし、結果プロテスト落ちる。こんな名エピソードがあるんじゃよ。ほらほら、リング外に稲垣を吹っ飛ばした後に城が追いかけてボコボコにしているわ。なんという再現度ぜ。え？何？これ説明なしなの？何が起こっているか全然わからないんだけど。いやいや、見ていればわかるじゃない。原作通りの展開よ。原作を知らない人はバッサリと切り捨てる潔いゲーム進行。では、ここで原作を知らない人にもわかるように説明しよう。この両手をぶらりとさせている状態が両手ぶらりじゃ。ノーガードで攻撃を誘いクロスカウンターを狙うんじゃ。相手のストレートに左ストレートを交差するように合わせるカウンターじゃ。相手に大ダメージを与えつつ、こちらはほぼダメージなし。矢吹城の必殺ブローだが、このゲームは難易度が高すぎて利用場面が少ない。なんなのそれ、全然必殺じゃないじゃないの。まあまあそう言わず次の試合行きましょ。なんか粗品みたいなのが出てきたわね。粗品ちゃうわい。ウルフカナグシちゃんよ。誰なの？ウルフカナグシはアジア拳のホープなんじゃな。実は稲垣とのプロテストの前に二人の因縁があったりするんじゃが、バッサリとカットされている。めちゃくちゃ重要なストーリーなのにね。ええ？
なんなのそれ？知らない人からしたら、ただの粗品なんだぜ。先ほど言ったクロスカウンターじゃがな。古く金口はクロスカウンター破りのダブルクロスを開発したんじゃ。クロスカウンターパンチを肘で跳ね上げて、左ストレートでさらにカウンターを合わせるのよ。クロスカウンターの威力が通常のパンチの4倍ならダブルクロスは8倍と言われているわ。なんなのよ。そのゴーズマンみたいな計算は。まあ、このダブルクロス開発がさっき言った稲垣戦前の因縁からの話になるんじゃがな。そうなのよ、原作ファンからしたら想像力をかきたてられてゾクゾクするわよ。いや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 、原作知らん人は全くわからんぜ。そして原作ではそのダブルクロスに苦戦するジョーだったが、最後の最後ダブルクロスにさらにクロスを合わせるトリプルクロスカウンターでウルフ金口を撃破するんじゃ。激アツ展開だったわよね。トリプルクロスの威力はなんと12倍よ。もうノリが1000万パワーなのよ。そしてゲーム中ではそのトリプルクロスをえげつないほど出せる敗撃波。ウルフ金口の顎は粉砕されて引退となったんじゃ。うわ、えぐいわね。この試合をボロボロになりながら勝ったジョーのもとに、リキー・ストールが登場して握手をしながら次は俺の番だというシーンがあるのよね。これでリキー・ストールと矢吹ジョーのライバルの対戦がプロのリングで実現することになったんじゃ。待て待て待てー。リキー・ストールって誰じゃあ。いちいちうるさいわね。リキー・ストールって言ったらジョーが東高特等少年院時代で出会い、矢吹ジョーの永遠のライバルじゃないの。リキー・ストールはウェルター級の選手なんじゃが、ジョーの階級であるバンタム級まで減量をして対戦を実現させたんじゃ。それってどれくらい減量したの？13キロじゃ。そんなに？減量は苛烈を極め、まさに命を削る減量だったのよ。そんな重要なストーリーすら語られないのね。当たり前じゃ、ファンには常識じゃ。もしかしてこの選手がアッパーしか使わないのも原作再現なの？良いところに気がついたわね、マリサ。リキー・ストールは大振りなアッパーを振り回す戦法に出たの。おそらくはカウンター対策だと思われるが、今日もディフェンス技術が向上して最初のうちは避けていたじゃが、だんだんと捕まるようになるんじゃ。リキー・ストールのアッパーを続けるシーンは引き迫るものがあったわよね。序盤はジョーペースだったのに徐々に追い詰められ、さらにジョーはダウンを重ねることになる。さすがリキー氏よね。減量区なんて微塵も感じさせない試合運びでジョーを追い詰めていくのよ。単行本8巻のところなので漫画喫茶とかで見かけたらぜひ見てみてね。さてさて、ゲームの方なんじゃが、この辺りからがっつりと難易度が上がるのじゃ。基本的にボディブロー主体の地味な攻撃スタイルへと変化する。網止めのダウンね。ここでまた原作再現があるのよ。そうじゃそうじゃ。原作だと第6ラウンドにリキー氏が観客の矢印を取られた時に偶然ジョーが放ったテンプルが当たるんじゃ。リキー氏はよろめきながらダウンをして後頭部をロープに強く打ち付けるんじゃ。このダウンから復帰後、リキー氏はなんとジョーの両手ぶらりを起きて破りで使ってくるのじゃ。両手ぶらり同士でお互いに手が出せないのよね。最後の最後、ジョーが左ストレートを放ちリキー氏のクロスカウンターを弾いてダブルクロスに持ち込もうとするんじゃが、リキー氏の体が沈み込みまさかのアッパー。これでジョーが KO 負けだったんじゃ。くー、ここまで完璧な再現ね。入ったぜ、リキー氏。さすがにリキー氏だ。参ったぜ。完璧ぜ。原作通りのセリフぜ。ちょっと待って、リキー氏倒れちゃったけど、死亡です。なんなのこのゲーム。過酷な減量と第6ラウンドのダウンによる後頭部の強打が原因ぜ。そして次はタイガー尾崎ね。タイガー尾崎は日本バンタム級チャンピオンの実力者ぜ。この時のジョーはリキー氏を殺してしまったことがトラウマとなり、晩年へ強打を打つことができないボクサーになっていたのぜ。この試合ではそれが再現されているのよね。ここまでの数試合はボディブローで KO を重ね、矢吹の強烈なボディとみんなが恐れていたのだが、タイガー尾崎はボディしか打てないことを見抜いていたんぜ。めちゃくちゃ地味だし、おそらく原作ファンじゃない人以外は知らない地味キャラなわりには、ジョーの弱点を浮き彫りにした上で物語を大きく動かしていくのよね。この試合を境にジョーは顔面を打てないボクサーだと知られ、ジョーもなんとかトラウマを克服しようとするんじゃ。ある試合で顔面に強打を入れることができたのじゃが、彼の心が拒否するんじゃよ。ジョーが苦しむのよね。そして再び顔面に強打を入れた時、ジョーはリング上で嘔吐してしまうのじゃ。ジョーの心が悲鳴を上げた瞬間ね、ジョーはリキー氏の亡霊に取り憑かれてしまったんじゃ。そうなのよ。そしてジョーは表舞台から姿を消して地方巡業へと転じていくのよ。ここでジョーは大きな挫折を味わう。すごい転換点な試合なんじゃない。説明なしにいきなり始めていい試合じゃないわよ。それがこのゲームじゃ。
さっきも言ったように顔面にパンチを入れると嘔吐するギミックまで再現されている。原作ファンはまず最初に顔面にパンチを入れてしまうぜ。そうそう、まず入れて再現するか見ちゃうわよね。わからん。説明がないのが嬉しいんだよ。ああ試されているーって感じるのよ。変態だわ。そして最後は顔面に強打を入れようとしたところでタオルが投入されて終了。勝ったのに負けてる。原作通りの演出で泣けるわ。出たわね、ベネズエラの無冠の帝王。あのホセ・メンドーサでさえ逃げているという強敵よね。もうなんなの？ホセ・メンドーサ？ああ、初めの一歩で言うところのリカルド・マルチネスだな。ちなみに顔もそっくりぜ。ホセ・メンドーサはリカルド・マルチネス同様に絶対強者なの。上の階級バンタム級の世界チャンピオンなのよ。そして、カーロス・リベラが出てきた時、そのホセ・メンドーサが逃げて対戦してくれないっていう話があるの。それで無冠の帝王なんぜ。このカーロス・リベラじゃガチラチジムが国内に呼び寄せた選手なんぜな。世界では対戦相手が見つからず日本に金稼ぎに来ていたんぜ。そうそう、強すぎると対戦相手が逃げるって理由で、わざと弱く見せるのよね。オーラッキーパンチで勝てましたとか言って。そうそう、漫画だと地方巡業中にカーロス・リベラの試合を見た情が熱くなるんぜ。カーロスは実はダーティな一面もあって、そのテクニックを使って肘打ちを相手に入れるのよね。そうぜ、地方巡業先のテレビで見ていたジョーはそのことに気がついたんぜ。いつしか、ジョーの心の中に熱い闘争心が蘇っていって展開になるんぜ。熱かったわよね。このゲームにも当然エルボーが存在する。ミサワバリぜ。ジョーもエルボーを使えるのよね。そうぜ、そういった原作再現の技を限定で使えたりするのぜ。カーロス・リベラ戦では肘打ちが使用可能ぜ。前を押しながら AB でしたかな？そのようなパンチは AB が突っ込んだったりするんぜ。この試合でジョーは力石の呪縛から解き放たれるのよ。最後はお互いの野生を爆発させる熱い試合だったわ。カーロス・リベラはこの試合の後、世界戦に旅立つんぜ。いよいよ第6試合ね。金龍姫、東洋太平洋チャンピオン、韓国のボクサーね。ちょ。どんどん進んでいるわよ。一応動画的には原作ファン以外も楽しめるって話をしていたのに、どんどん置き去りにされているんだぜ。限られた尺でかなり原作を説明しているつもりじゃぞ。今までスーパーファミコンの明日のジョーの動画を見ていっているが、ここまで原作に寄り添った動画は見たことがないぞ。それでも説明が圧倒的に足りてないのよ。説明しなくちゃいけない情報の量がすごすぎるんだぜ。この金はどんな情報があるのよ。金は韓国出身のボクサーだってさっき言ったけど、朝鮮戦争時に戦災孤児だったのよ。お腹を空かせてさまよっていたところ、兵士の死体のそばに食料があったの。その食料をもらおうと思ったら兵士はまだ生きていて食料を奪い返そうとしたのよ。すごい話なんだぜ。金はそばにあった石でその兵士を殴り殺してしまう。しかし、その兵士は食料を持ち帰るために軍を脱走した父親だったのよね。それ以来、金はご飯をたくさん食べられなくなったってエピソードがあるのよ。なんなのよ、説明なしで良いわけないじゃない。そして金の必殺技はチョムチョム。象徴と書いてチョムチョム。ダウンすることを許さないラッシュ技なんだぜ。ジョーは金の背景を知って自分が甘いと思ったんじゃが、食べたくても食べれない金より、食べたくても食べなかった力石の強さに気がつき、力石のために負けられないと気力を振り絞って勝利。最後は血を見た金が切れたのよね。ジョーがリング外に金を吹き飛ばしての勝利だったんだぜ。これは？ハリマオじゃないの。野生を失った矢吹城に対して白木陽子が招いた選手よ。なんじゃそうや？野生？そうよ。城の強さはその野生の勘であったり、野生のパワーであったり、理性とかそういうのとはかけ離れたところにあるのよ。白木陽子にはそれがわかっていたのよ。しかし、最近の城は理性的というか以前のような野生がない。そしてそれでは、あのホセ・メンドーサには勝てないと踏んだのよ。そうぜ。その野生を呼び起こすためにハンマーを調整したんぜ。そのカリッキーな動き、ロープからロープへと飛び移るパンチ、ズオの場で宙返りをしながら放つブロー、どれもこれも近代ボクシングではありえない野生のパワーゼッタ。というか無茶苦茶じゃないの。最初は大人の対応をしていたジョーだったが次第に野生を取り戻していく。あの宙返りパンチを潰すパンチなんてかっこよかったわよね。まさしく野生対決でした。ここに来てボクシングから大きく逸脱しているのね。いやいや、この野生こそ明日のジョーの原点じゃないの。まさしくハリマオのおかげでジョーは失っていた強さを取り戻したのよ。力石の亡霊からも解き放たれ、力石を認め、さらに以前の野生を取り戻した。これこそ矢吹城の完全体なのよ。そしてゲーム中のハリマオですが、こちらも非常に高い原作再現度をしております。ロープ間を飛ぶパンチ、宙返りパンチ、さらに城のカウンター、完璧な再現度となっています。もう、この辺りにあると難易度が上がるとかの問題ではなく、基本的にアッパーかボディか、決まったタイミングでの特殊技くらいしか決まりません。でも、これが慣れてくると思い通りの展開になるから不思議なのよね。そうなんぜ。普通にやっているとすごい難易度イージーでも難しいゲームなのに、やり込めばやり込むほど思い通りに動きになっていくんぜ。し
しかも原作再現度が高まる方向で。それこそが、このゲームで見える原作ファンだけが到達するクソゲーの向こう側なのよね。普通の人には到達できない領域なんだぜ。まさしく原作愛が成せる領域なんじゃ。いよいよ最終戦、コセ面倒させんね、ラスボスなのね。コークスクリューブローの使い手じゃ。さて、このゲームは原作再現度が非常に高いんじゃが、コセ面倒させん。普通に戦って勝つことも可能なんじゃが、実はそれでは真のエンディングは見ることができないんじゃ。え？勝利しても真のエンディングが見れない？そうなのよ、それは勝ち方に条件があったりとかするの？勝ち方じゃないんだぜ、判定に持ち込むことが条件なんじゃ。時間切れにすることで真のエンディングが見れる。それも説明なしなの？もちろんよ。というわけで、動画では3分間ガードを固めて時間切れ待ちをしているんで。野生。取り戻した野生。さてさて、原作のコセ面倒さ。無敵のチャンピオンとして登場します。精肉使いとも言えるほどボクシング IQ も高く圧倒的なテクニックとコークスクリューブローによる攻撃力で相手を圧倒。冷静沈着に矢吹を追い詰めていきます。しかし、一瞬コセの攻撃がいる以上に反撃のチャンスが生まれるんです。なんとリングサイドに敗人となったカーロス・リベラがいたんで、それを見たコセがカーロスに気を取られたというわけで。しかし同様の一瞬、コセはすぐ立ち直る。そうするうちにジョーの右目が霞んでくるんで、これは大ピンチ。と思いきや、これがパンチの軌道を微妙にずらすこととなって、精肉利きと呼ばれるコセのディフェンスの裏をかいて、ジョーのパンチがクリーンヒットしだすんじゃ。こうして一進一退の展開が続くんじゃが、コセがジョーの右目のことに気がついてしまう。すぐさま修正し、今度こそ一方的な展開になるんじゃ。そうそう、コセ陣営からレフェリーに試合を中断すべきだと要請があるのよね。そうじゃ、でもまだこの時は誤解と思われていたからレフェリーはその要請を却下。コセ陣営はすでに気がついていたってことじゃ。一気に試合を終わらせようとするコセだったが予想に反してジョーが何度も立ち上がってくるんじゃ。その突き迫り不足に倒される始めるコセ。しか試合は再び一進一退の試合展開へとなっていくんじゃ。観客にこれまでのキャストが揃っていて熱かったわよね。ウルフ金串もいたりして。何度倒しても何度も立ち上がるジョーに徐々に恐怖を覚えるコセ。反則まで出してしまうんじゃ。なんだか原作読みたくなってきたわ。もう涙なしでは読めない内容になっているわよ。結果がわかっているのにジョーを応援してしまうわ。本当にこの展開は熱すぎるんじゃ。お互いに死闘、意地とプライドのぶつかり合いって試合展開だったんじゃ。さてさてゲーム中のコセ面倒さは、原作通りコークスクリューを打ってくる。ストレートに関してはガード無効とかなり強烈だが、他はガード可能。真のエンディングを目指すならガードをしっかりと固めて時間稼ぎをすればよい。ちなみにジョーもコセ戦はコークスクリューブローを使えるようになっている。ちなみにコークスクリューブローは拳を内側にひねることで威力を増したブローのことよ。さあ、いよいよ時間だ。惜しかったな。じゃあ。ようやった。じゃあ。
城はどうなったの？真っ白に燃え尽きたのよ。どういうこと？いや、真っ白に燃え尽きたとしか言いようがない。死んだ？いや、真っ白に燃え尽きたのよ。どういうこと？だから、真っ白に燃え尽きた以上でも以下でもないのよ。これが明日の城なのよ。すごい。なんか原作読みたくなってきたわ。でしょ？皆さんも機会があればぜひ。燃えたよ。燃え尽きたよ。真っ白にな。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのぜ。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。